コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー、三角山放送局山形翼です。そして今日もスタジオにこの方ゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。北海道コンサドーレ札幌、三上博克 GM です。三上さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。寒いですね。寒いですね。もうこのスタジオもだいぶ冷え込んで、すっかり、まあ、冬という感覚も皆さん抱いていると思いますけど、昨日ですね、僕あのオフィシャルトップパートナーの、はい、石屋さんの白い恋人パークの方で、はい、あのイルミネーションの点灯式に、うん、はい、ミスター鈴井孝之さんと一緒に参加してきたんですけども、はいはい、もうねあの光景を見ると北海道もいよいよ始まってくるなこの時期がという感覚が、だいぶ、ね、うん、非常に綺麗と同時にね、そうなんですよ、うん、あこういう時期が来たなっていう覚悟をね、はい、はい、でもちょっとねそんな冬を楽しませてくれるイルミネーションです。そうですね、はい、あのやっぱりその何事もそうだと思うんですけども、うん、やっぱり楽しいことだとかポジティブな要素をね見つけて、やっぱそこでこう感じてった方がね、そうね、うん、同じ時間でもやっぱりね その方がいいんじゃないかなって思ってますんでね。特に変わらずにやってくるおなじみのこの光景、うん、日常ですからね、はい、冬という時期、ぜひあの石屋白い恋人パークの方では来年の3月のいっぱいまで、毎日このイルミネーション点灯するということでしたので、ぜひ皆さんお近くの方も、それから逆に観光でいらした方にも楽しんで、うん、そうですね、本当一見の価値あるなって、いやもう本当にぜひ見てほしいです。はい、よろしくお願いいたします。さてまずはクラブの方からの話題を取り上げていきたいと思いますが、はい、これはもう本当にサポーターとしては大変悲しいリリースが発表になりました。ミッドフィルダー背番号8番深井和樹選手負傷のお知らせというリリースが発表されて、診断結果今回右膝の、うん、負傷ということで、はい、もうすでに手術を終えて、三上さん現在深井選手は入院されているんですね。そうですね、まだ入院していて、はい、一応本人からはね、あの術後も含めて、あの順調に来てるっていうことと、やっぱりね、待ってるみんなのためにも頑張りますということと、まあ、どうしてもね、まあ、仕方がないことなんでしょうけど、本当迷惑かけてごめんなさいみたいなことの連絡がね、来てるんですけども、まあ、やっぱそこはね、あの本当気にすることなくね、まずはやっぱり自分のね体を一番に考えて、うん、そして俺らとしてできることはいい形でね、うん、また帰りを待ってることだから、その分当然ねこれから辛いリハビリがありますけども、本当彼ならそれをね乗り越えれるって、僕も含めチーム仲間はね、はい、サポーターの方含めて信じているんでね、しっかりとねまた戻ってきてほしいなっていうふうに思ってます。まあ、我々サポーターも本当に深井選手何度も這い上がって、うん、そしてまたピッチに戻ってくる姿を見て、何度も本当に勇気をもらってきたことか。そうですね、その姿を我々は知っているので、はい、またねこうこれから大変なリハビリも含めて深井選手自身のねやっぱりこう向き合い方っていうのもあると思いますけども、はい、我々はそこを乗り越えて戻ってくる深井選手をもう本当に心から信じて待つのみというところですのでね、ぜひ皆さんも深井選手への思いをね持って、これからもコンサドーレを応援していただければと思います。はい、さて先週末11月の11日土曜日、14時キックオフ J1 リーグ第32節サンフレッチェ広島戦のお話に移っていきたいと思います。
札幌ドームで行われたホームゲームということで0対0のスコアレスドローという試合結果になりました。まず三上さん、このゲームをご覧になっての率直な感想はいかがでしょうか。そうですね、まずは本当北海道に関わる人々のため、サポーターのため、自分のため、そしてこの試合においてはね、先ほど言ったような和樹のためっていうこともプラスした中でね、チームとしては実は試合前にね、はい、しっかりとそこの部分を確認した上でね、今自分たちをできることを表現しようということでまずスタートしたゲームでした、はい、で僕からするとね、その気持ちは前半開始早々からね、しっかりと見せてくれたなっていうふうにまず思ってます、はい、で戦術的なね、ところに行くと、ここ数試合トライしているね、ゾーンからのマーキング、はい、さらにアタッキング、いうようなこともかなりこうできていて、前半なんかは特にね、かなりいいペース、主導権を握った中で僕はこのゲームを迎えられたなっていうふうにちょっとまず前半思っていました、はい、ただやっぱりね、最後のところをこう決める決めれない、いうところっていうところは、最終的にね 0-0 っていう形でこう終わって、しまったわけなんで、やっぱりそこをって思ってはいますね。ただやっぱ今回は相手のね、そのゴールキーパー含めて素晴らしいプレーをしてたなというふうにも思ってますし、やっぱりそこでも上回るね、ものっていうものをこれから僕らは身につけていかなければ本当にいけないなというふうに思って、そんなようなことを90分終わった後にまず一番にね、はい、思ったゲームでしたね。年内はこのサンフレッチェ広島との対戦ね、これがラストゲームということになりましたので、またこれは来季への、一つね、新たな課題というか次のステップを踏んでいきたいという、はい、そんな、感想を持った、0対0サンフレッチェ広島とのドローゲームということになりました。しかし勝ち点1を一つ取ってのシーズン、これから残りあと2節ということになりました、はい、そこに向かってまだまだ調整は続いていきます。さてここでビクトリーメッセージを1通ご紹介していきたいと思います。シーズンも佳境に迫っている中で、来季に向けてというお話も出てくる時期かと思います。神奈川県からテッコさんのメッセージをご紹介したいと思いますが、三上さん、翼さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。早速質問なんですが、三上さん、来季のチーム編成について今現時点で考えていることを教えてほしいですという、もうこのメッセージ、いよいよこの時期やってきたかという感想なんですけども、はいはいはい、まずはメッセージありがとうございますと、はい、そうですね、まず今一番にこう考えているのはまずサッカー界全体のね、その動きだとかいろいろこう鑑みて、今クラブが考えていることは、まあここ数年同じようなケースありますけども、はい、ありがたい意味でもあるんですけども、やはりうちの選手をね、非常にその評価をされている他クラブさんが数多くあるかなというふうにまず感じてます、はい、複数名のね、うちの選手に対して今後正式に、そういうようなお話、レターっていうものがもしかしたら届くんではないかという想定をした中で、はい、まず今物事を一つ考えなければいけないなと、イコールそれっていうのは僕らとしてはね、やはりそういう選手をまず残して、継続した中でね、本気足りなかったところをってまずは考えてますので、はい、まず一番に今編成で考えていることは、そういう選手が、そういう風になったとしてもね、きちんと引き止められるような、ビジョンと、さらには当然条件っていうね、はい、いうところを、このクラブでできる最大の中でね、対応していきたいな、まずはそういうことがあったとしてもしっかりと現有戦力を基本まずベースとしてやっていくということをまず一番に考えてます、はい、同時に2番目としてはね、そういう選手が残ったとして、ですけども、今シーズン残り2試合ありますけども、はい、やはりその反省点、課題点っていうのいろいろあります、はい、例えばですけども、そのやはりそのブロックを引いたところにね、なかなかこう崩しきれなかったな、得点を奪えなかったなっていうところであったり、セットプレーと言われるところからね、はい、なかなかその得点っていうものがこう、なかなか取れなかったなとかっていうところ、じゃあその要因ってどういうことなのって考えたときに、仮説ではありますけども、このポジションにこういう質の選手がいると、その課題っていうのが
クリアしやすい環境になるかもねっていうものは当然我々は持っていますので、なるほど、それに合ったポジションタイプ、そういう選手っていう、まあ、リストアップをしてますのでね、はい、さらにそのリストのある選手を最後チェックできるところは実際チェックした中でね、しっかりとそういったことを獲得できるような、うん、ことをしていきたいというのが、まあ、今の率直なね来季編成に向けての、まあ、考え、はい、思いですね。だいぶ今三上 GM の頭の中を皆さんにね伝えてもらいましたけども、ここから実際に、まあ、現場このフロントとしてどういう形でまたこのアクションに移していくのかっていうところ、うん、これはもう国内外問わず、そうですね、実際に三上さん自身も動いて、はいはい、うん、来季に向けてより良いコンサドーレを作っていくための、はいはい、これからアクションの時期に入っていきそうです。サポーターとしてもザバザバしてしまう時期になってきたので、できるだけ穏やかかつ楽しみいっぱいで年末年始を迎えたいというふうにテッコさんからメッセージをいただいておりますけど、はい、まあ、これテッコさん含めてねサポーターの方からすると皆さんそうですよね、うん、やっぱり、まあ、不安とかね、うん、ザワザワするっていう気持ちあると思うんですけどね、はい、まあ、僕らできることっていうのはそういう、まあ、皆さんがそういう思いをしていることをまず理解した中でね、うん、なるべく速やかに自分たちの考えをお伝えしていくっていうことと、何かお伝えできることがあるんであればね、それを早期にねお伝えしていくっていうことだと思ってますので、はい、まあ、この番組も含めてねそういうことを考えてやっていければなと思っております。ぜひ皆さんも引き続きコンサドーレから目を離さずにチェックをねお願いします。さて、そしてこの話題も少し触れていきたいんですけども、 J リーグのシーズン以降のお話、はい、先週ですかね、あの一部報道で、うん、あのこの J リーグ新シーズン以降に伴って一つの、ま、アイデアとして、はいはい、各地域をブロックに分けて、うん、そこで戦っていくっていうのをそのインターバル期間に挟んで、はいはい、シーズン以降に移っていく行くのはどうかみたいな案が出ましたっていう報道があったんですよ、うん、はいはい、まず一部メディアに、ね、うん、出たものっていうのは、はい、複数パターン実はこう今まだ J リーグとしてはこう考えてるんですね。なるほど、うん、でそのうちの一つがああいうエリア分けをしたような中での、はい、まあ、別大会を、ね、はい、うん、やってみようかっていう、うんうんうん、まあ、案の一つで、うん、実はその案っていうのはまだかなり複数あります。他にもいろんなパターンが、うん、想定されてますね、はい、ただね、実はあの僕は ありがたいことですよ、 J リーグ の, そのフットボール委員会っていうメンバーにも入っていて、はい、そういったところを具体的にこう検討する、まあ、委員会なんですけど、はい、そういったことなので、あの僕はその今言ったようなことを把握してるんですけども、なるほど、実は各クラブからするとですね、まだ提案を受けていない状況なんですよ、はい、正式にまだクラブには行き届いていない、はい、で具体的にはね、まあ、12月の理事会で、うん、このシーズン以降の意思決定を基本していきますよってリーグ前々から伝えてると思うんですけども、はい、そこまでに少なくでも、まあ、2回は各クラブの社長を中心とする実行委員会と言われる、ね、ものを J リーグは、まあ、開催しようと思ってまして、はい、その開催時にですね、うん、まあ、今回言った今の話の残りシーズンの、うん、じゃあどういう風な大会にしていくのっていう複数のパターンをね、はい、まあ、提案をする。もっと言うんであれば、これ、まあ、報道ではその残りのシーズン、要するに 0.5 シーズン、0.5 シーズンですね、うん、っていう言い方でしたけど、はい、いや 1.5 シーズンにした場合はこうなりますよっていう提案もね多分ある状況だと思ってます、はい、まあ、そういった中から各クラブの意思みたいなものを確認していった中でね、最終的にまあこの残りの大会っていうのをどうしていくのっていうことにまあ決まって、それらも踏まえた中でまあシーズン以降をするしないという理事会の意思決定っていうものが出てくるのかなっていうふうにまあ思ってますし、まあその他もね僕らの言う
条件、うん、月3世というその条件のところがね、うん、どういうふうにリーグとして回答があるのかというのも、はい、先ほど言ったように理事会前までの多分2回ある、ねはいこの実行委員会という中でね、示し、そして、明示されてくるのかなっていうふうに思ってますので、うん、僕らクラブとしてもまずはそれをしっかりと聞いた上で、うんうんまあ、ここまで皆様方の意見も聞いておりますので、はい、それらも加味した中でね、はい、総合的にクラブとしての意思決定をしていきたいというふうに思ってます、はい、なんで今現時点で明らかになっているのはこの12月のあと2回ほど、うんはいはい、こうした J リーグ全体での、理事会を行ってもっともっと揉んでいくところも、ね、きっとあると思うので、はいはい、そのあたりも、含めて、正式な、リーグとしての、まあ、見解を固めていくというもうなんであと1ヶ月ほど、サポーターの皆さんにもね見ていただく機会というのがあると思うのでまた、こういうふうに随時進捗があれば、はい、番組でも、ね、お知らせをしていきたいと思います、はい、さあ今週ですけどもリーグ戦お休みですなんですが週末11月の18日土曜日すで、にクラブのスケジュール表には宮の沢白い恋人サッカー場でトレーニングゲームの予定が組まれておりますが、はい、三上さんこれまだね対戦相手の方が、うん明記されてないんですけども、はい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 、これ発表できますかこれはですね、はい北海道学生選抜ほう、まあ、要するに大学生の、選抜選考会が実はこの時期にやられていてですね、はい、今後北海道大学選抜っていうチームが、まあ、出来上がるんですけども、そこにこう最終的には20名ぐらいの、ね、北海道学生選抜になるんですけども、そこに関わるであろう選手たちが30何名こう選考会をこの時やっているので、はいまあ、僕らとしても1試合こうゲームをやりたいっていう思いもあったので僕らとしてはいいトレーニングパートナー、はい、向こうとしてはいい経験と同時に、うん、その選考会を兼ねた、うん、要するにコンサドーレというプロ相手にどれだけのうちの学生たちがどれだけできるんだ、はい、っていうことを見るようなね、いうようなことで今回ゲームを組まさせていただいているっていうふうに、考えてますなので道内でプレーする大学サッカープレーヤーの中からまあ、各校から、はいはい、非常にまあ実力評価されて選ばれた選手がそこでまたコンサドーレと戦った時に、うん、どういうまた選抜チームに必要とされていくのかっていうその人材を見極める機会にもそうですね、なるということですね、大学側からするともうそれが大きいポイントですねこれはまた北海道のサッカーを盛り上げるね、まあ、一つきっかけにもなっていきそうなそんなトレーニングマッチが、この今週末11月の18日土曜日に予定されておりますので、はいはい、白い恋人サッカー場は入場、観覧無料となっておりますのでね、ぜひ皆さんもご覧いただければと思います、はい、そして、週が明けて来週末は再びリーグ戦第33節、うん、FC 東京戦に向かっていくということですのでまた、FC 東京戦に向けてのお話は来週の放送で伺えたらなと思います、はい、番組はコンサドーレ YouTube チャンネルコンサドーレ TV 各種ポッドキャストサービスでも配信中ですそれでは今週はこの辺で北海道コンサドーレ札幌の三上弘和と進行は三角山放送局山形翼でお送りしました今週もありがとうございましたありがとうございました白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産これからもあなたのそばに白い恋人番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集していますメールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp XQ Twitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞコンサ三上 GM のグレートビクトリー次回もどうぞお楽しみに幸せを作るお菓子石屋製菓の提供でお送りしました